こんにちは、ブランド林社長です。グレートランド響です。前回の海外パッキン、はい、開封ナインチネイルズ特集、はい、ファーザーフェスとヘッチリフェス2デイズ無事めちゃくちゃ売れましたね。ありがとうございます。残り物には服があるということでなかなかちょっとグレートランドに入荷してこなかった名作 T、 僕らの一押し T、 あとは大人気 T、 はい、3本立てで今回お送りさせていただきますので、最後までご視聴よろしくお願いいたします。1枚目と2枚目が一緒になるんですけども、バックトゥザフューチャーですね。響きに語ってもらいましょう。今の説明は全て2倍速でお送りしましたけど、ギリ聞き取れる範囲にして4倍速にしておきます。バックトゥザフューチャー自体は僕はあんまり興味ないです。映画に関してはね、正直あんま面白いと思ったことがないです。ごめんなさい皆さん。これ本来であれば、いやいいですよね、バックトゥーザフューチャーいいですよねって言わなあかんのは分かってるんですけど、僕あまりああいう映画が好きじゃないです。当然見ましたけどね、全て、はいはい、なのでもう T シャツのデザインだけでいかせていただきます。お願いします。今ヴィンテージ T シャツで高いスペース柄プリントでブルーの文字でファイヤーパターン、サンダー、雷、稲妻、これパープルでしっかり入ってますね。で最近車柄も高いんですよ、ナスカーとか、はいはい、車柄も入ってます。袖プリも入ってます。袖プリにもすっごい小さいですけども、コピーライトも入ってます。ということで映画というのは一切抜きにしてT シャツのデザインとして100点満点あげたい T シャツでございます。でバックプリントございません。これ気になられる方多いと思います。ただですよ、はい、バックプリントにバックトゥーザフューチャーってドーンってでかく入ってしまうと多分袖プリがなくなるわけですね。このバックプリントにこのメッセージが入ってしまうとフロントプリントが車だけになるわけですね。これはねコートつけがたい、うん、だけどもこちらの T シャツ、ユニバーサルスタジオで当時販売されていた、まあ、お土産 T シャツですが、お土産 T シャツと侮るなかれ、当店でもめっちゃ高く販売してて非常に人気が高い、お問い合わせも多いあのジョーズ、はい、あれもジョーズはジョーズ、映画のジョーズなんですけども、ユニバーサルスタジオフロリダで当時売られてた T シャツです。こちらも同じくですので、4倍速なのか2倍速なのかでお送りした響きの、いやもうねバカだと思うんですよ。知ってるからみんな、俺でも知ってるんだもん。知らない人は変わんでしょうが、彼の熱い気持ちは分かってやってください、はい、そしてこのバックトゥーザフューチャー、ジョーズと同じく思ったより流通がございません。なのでグレートランドでももう大方この2年間で2枚しか入荷がなく、うん、2枚とも即完売でした。で今回3枚目4枚目ということで、うん、なぜ2枚一気に出すかって部分ですが、はい、向かって僕側に今置いてる方がシングルステッチ、袖シングルステッチの裾シングルステッチ、響き側の方が袖裾ともにダブルステッチ、はい、パッと見で言うとねシングルの方がいいと思う方多いと思うんです。ただ保管状況なのか着用状況なのか分からないですけど、色味がちょっと違うんですね、ボディの。うん、そうですね。なのでこればっかりはシングルステッチでダブルステッチって部分でそこに惑わされず、共に当時物っていうのは間違いないので、ディテールだけでね見ずに、目に見えるディテールだけで見ずに、ご自身の感性で未来を切り開いていただきたいと。過去を変えてすごい角度から T シャツを選ぶ上で、今までってシングルステッチだけでって選んでた方に対してですよ、一石を投じたい私は。ということで今回2枚出させていただきました。まともにすぐに売れると思います。正直全然残らない T シャツかなと。海外の方が特にねアメリカ人好きなんでしょうね。要はあのスリムなパンツにチェックシャツの中に着てますこれ、はいはいはい、ブルーとかグリーンとかのチェックシャツの中に着ててかっこよく決まってますので、映画としてはもう大人気、もう100年後も語り継がれる映画でございましょうあれは、うん、で映画も完璧、デザインも完璧、サイズも完璧と。これちっちゃいの多いんですよ中で。このサイズ感じも珍しく、着丈の極端な縮みですとか変形も見受けられない理想的なボックスシルエットなので、今までのヴィンテージ T シャツの遍歴という過去も、これから買っていくヴィンテージ T シャツっていう未来も切り開いていただければなと思う次第でございますと。次即興ですよ。続いてはこれもうちでだいぶ人気あるシリーズっていうか丸ボロですね。初入荷ですね。開封の時に僕と社長が一番と言って過言じゃないですかね、テンションの上がった。なんかこうパンチはないですよね、インパクト系ではない
でね、ただホワイトで抜きの感じのプリントでここにだけ赤入れるっていう ね、そうなんですよね。俺がこのデザイナーやったらもっと赤入れちゃうな、多分。てか丸ボロって書いちゃうな、はい、入れちゃいます入れちゃいますね。僕ね、何がムカつくってね、いいですか、はいはい、フィルターちゃんと書こうやと思うんですね。これマイルドセブンやん、わかる、わかるっすよ。で加えすぎてるとしたらダサいし、顎割れてるし、ここね、顎の割れを陰影で表現するっていうのが僕は素晴らしいなと思いますね。そこ頑張るなら丸ボロのフィルターかけやっていう。フロントプリントはすごいシンプルなポケティ、ヘインズって書いてるような感じの小さな丸ボロのロゴが入ってますけども、まあ、袖シングルステッチ、裾シングルステッチのまあお手本のような90年代のちょっと柔らかいフルーツオブザルームボディ、サイズも XL ですか、うん、XL です。で着丈も長すぎず、はい、このパターンで結構着丈がすっごい長くなってすっごい身幅が縮まってそうなもんですけども、うん、そういった心配もなく、あとお値段がやっぱ安いですね。まあそうですね、なのでシンプルに着ていただければかっこいいんじゃないかなと。できればこの胸ポケット丸ボロ入れてほしいもんですけども、多分ちょうどのサイズになってるんだと思います。しっかり入るでね、これ多分ね入れていただくとね丸ボロがちょっと透けるんですよね。それがまたかっこいい。かの有名なね、脱線しますけどね、高倉健さんがねタバコ吸われないんですよ、あの方。どっかの銘柄の CM に出られた時に、はい、全然別のインタビューで、いやプロよ高倉健さんは、薄いね、ちょっと透けるシャツ着られて、はい、胸ポケットにタバコ入れとく。この気遣いができるようにな早くなってほしいもんですね、あなたも。はい、お願いします。続いては2着いきますけども、はい、選んでいただきたいシリーズですね、はい、丸ボロスネーク、すでにお持ちの方にももちろんですけど、まあ、2着持ってるって方なかなかいらっしゃらないと思うんですよ、うん、っていう中でちょっとフェードが効いてきたな感の1着と、がっつりもフェードが効いてる1着となります、うん、コーツつけがたいですね、これも。そうっすね、丸ボロ T シャツはもう語り続けたんでね。そうなんですよ、ね、もう話すことはマジでないよね。でまあ選んでくださいっていうのと、選べるってなかなかないと思うんですよね。映像だとちょっと伝わりにくい部分もあるかなと思ったんで、最近画像を貼ってるんですけど、ここまで育てるっていう表現をしたりしたとき無理ですよ。色落ちって一番するのと洗濯もそうなんですけど、やっぱ直射日光が汗なんで、ここまで落とすのはなかなか無理かな。ともにシングルステッチ、そうですね、シングルシングルです、ね、フロントもええ感じですね。こっちの方がちょっと丈短いかな、やれてる分ちょっとボックスっぽくね、インナーレイヤードで着ていただきたいなと思います。丸ボロ T シャツ出れば出るだけ僕が買ってるんで、なかなかもう流通も少なくなってると思うんですが、とにかく偽物が多い丸ボロ T シャツは。なのでそのあたりもお気をつけください。個人売買で1万前半中ぐらい出ているやつは全部偽物と聞いてます。あ、そうですか。あとまあこれはちょっと脱線するんですけど、新眼結構難しいって聞いたんですけどね。まあね、言うてそんな難しいプリントじゃないし、そのボディも何種類かあるんですよ。丸ボロタグのものもあれば、フルーツオブザルームタグだけのものもあれば、丸ボロタグでもツヤのあるタグ、ツヤのないタグとか紙タグとか、はいはい、だから当時から非常に人気あったんでしょうね、うん、販売はしてなかったと思うんですけど、これ、まあ、例えばカートン買えばついてきたとか、うん、そんなものだと思いますけども、とにかくもう本当に玉数少なくなってきました。一時期は10枚以上持ってましたけど、出せば出そうと売れてくるんでね、出せば出そうと売れてくるんでね、本当に、うん、なのでポケティなんでね、本当にさっきの丸ボロ T シャツもそうですけど、インナーにしてはこの無地なんで、やっぱり新品の T シャツないし加工の T シャツじゃ決して出せないナインティーズ T シャツのコットン100の色あせ、フェード感もスタイリングでも使えるだけでし、夏場はもちろん1枚でスタイリングの主役としてご愛用いただけるということで、僕らがこれだけ押してるし、僕らがこれだけ着てるし、うん、というのでセールストーク抜きにしてほんまにいいなと思って、うん、むしろ ASAP ロッキーに着てほしくなかったなと思う、うん、あ、それによって認知度広がったとこはあるんでね。なんか着ててちょっとこう ASAP ロッキーが着てるからその流れに乗ってるんでちょっと思われるのも嫌やし、なんでなら絶対 ASAP ロッキーより俺の方が丸ボロ吸ってるからね、20年吸ってるから丸ボロ、まあ、2箱ぐらいやろ、はい、だいぶですよ、うん、丸ボロ T シャツの仮に需要がなくなったとしても僕は買い続けますので、グレートランドといえば丸ボロ T シャツか、うん、本当に持ってていただいて絶対に間違いない一着ですので、はい、お願いいたしま します。なかなか2枚一気に出せることないですね。そうですね、まあ選んでください、うん、ゆっくり選んでください。続きましても2着でいかせていただきます、はい、ダンワードスパイラル、ボディとディテールそれぞれ案内してください。どちらもオールスポーツですね、うん、でどちらも XL ですね。ちょっとただプリントの濃さっていう残り方は多分こっちの方が多分濃いんじゃないかな、うん、
っていう感じですね。こっちの方がややプリントの割れ感も強くてっていう、ボディのコンディションで言ったらどっちも非常に綺麗なんで、皆さんの気にされる首の伸びとかマジない感じですね。やっぱりダウンワードスパイラルって皆さん一発目の高いヴィンテージ T シャツってことで、ヴィンテージ慣れされてない方が買われることも多いから、結構首の伸びとかね、そういう方も多いので、今回できるだけいいコンディションの2枚をご用意させていただきました。でもこれで首伸びてるとかコンディション悪いって言ったら知らないです、無理です。しかもシングルシングルでしょ。ナインチネイルズのダウンワードスパイラルもかなりの量が当時何度も出されてます。なのでディテール違いで袖ダブル裾シングルってのもあるんですよ、うんうん、これ皆さんあれと思うと思うんですよね。何度かご質問でもいただいたことありますので、この場を借りて再度ご説明しておきます。94でしょ、コピーライト94年ってちょうどシングルステッチ、最初は裾ですね、裾のシングルステッチがダブルステッチに切り替わるタイミングでもありますっていう中で、一部のオールスポーツのボディが、要は94年の時点で袖シングルステッチの裾シングルステッチないし、袖シングルステッチの改良された裾ダブルステッチっていう、基本的にはこの2パターンしかアメリカでは存在しないという話なんですが、一部オールスポーツで袖ダブルステッチの裾シングルステッチっていうものが存在します。特にダウンワードスパイラルになぜか多いで、これを例えば偽物だっていう方だとか、あとは裾を上げてるんじゃないかと、袖がダブルステッチで裾がシングルステッチというのは基本的にありえないので、裾をダブルだったけど上げてシングルで上げちゃってるからちぐはぐになってるんじゃないかっていう風に言われる方もいらっしゃいますが、袖ダブルステッチ裾シングルステッチっていうのは存在します。あくまで予想ですけど、はい、じゃあここダブルステッチで行くからねってなった時に1個工場のレーンが間違ったんでしょうね。まあありえますね、全然袖ダブルか、はいみたいな、多分そのパターンやと思うんですが、真相は不明ですが、袖ダブル裾シングルのダウンワードスパイラルもあるってことはちょっと皆さんご理解いただいていただければと、はい、ただこちらは袖裾ともにシングルなのでディテールこだわることはいいじゃないですか。プリントのその感じとか割れ感も、まあ、2着から選んでいただくっていう部分で見れば綺麗ってやつと、ややプリントが雰囲気出始めているやつ、うん、でどっちもサイズ良くってボディのコンディション自体は良くって、過去の動画あさっていただければいっぱい喋ってると思うんで、久々の入荷でもあるんで今うちだと思いますよ。みんなにも重宝していただけると思います。さっきとは逆で結構派手なんで、結構着込んでいただいてもがっつり目立つんで、1年通して満足感があるといいかなと思います、はい、お願いします。まあ、次が2着またダウンワードスパイラルですねラストですね。これはちょっとね選びがいがあるんじゃないかなと思います、はい、ダウンワードスパイラルシュレッダーのアメリカ規格のシュレッダーのオールスポーツタグの XL と、はい、ヘインズのユーロ規格のシュレッダーの XL ですね。比較画像を出しますけど色が全然違いますね、前回の動画でもお話してますが、ユーロ規格っていうのはイエローがちょっとオレンジがかっていると、対してアメリカ規格は結構黄色みが強いですね。でボディもオールスポーツとヘインズなのでサイズ感が全然違います、はい、質感ももちろん違います、はい、シュレッダーは僕の体感ですけど、通常のダウンワードスパイラルシュレッダー、ごめんなさい分からない人もいますよね。ああ画像を出します。こちらが通常、こちらがシュレッダーと呼ばれるものです、厳密に言うとトラビス・スコットが着てるのはシュレッダーらしいんですが、まあ、それもどうでもいいです。正直ジェリーが着てるのはこっちですね、通常パターン、はい、それもどうでもいいです、はい、じゃあ僕はどっち着るか、はい、通常かシュレッダーかどっちでもいいです。ただシュレッダーはやっぱり、ね、人気あるんですよ、うん、体感で、ダウンワードスパイラル、そうやな、30枚あったらシュレッダーが1枚ぐらいの感覚かな、はい、ニルバーナの色違いほどレアではないんですけど、それでもやっぱかなり珍しいですね。少ないですね。最終皆さんシュレッダー買われたり、ただやっぱお値段も倍ぐらいするんで、まあ僕はこんなことを言うべきじゃないんですけど、普通でええやんと思うんですけど、ユーロシュレッダーって珍しいですね。珍しいですね。でユーロシュレッダー珍しいし、アメリカオールスポーツのシュレッダーはめっちゃコンディションいいんで、そういう意味でもまあさっきの通常と含めてこの4着一緒やんと思うかもしれないんですけど、掘り下げていくと全然違うコート付け方4着になるので、それも含めてダウンワードスパイラルすでにお持ちの方も、いつか買おうとね思ってくださってる方もゆっくり悩んでいただければと、まあ、どうなんだろう、すぐ売れんのかな。ナインチのこの通常バージョンもシュレッダーも選べることはまずないと思うんで、ね、選べることはないですね。そういうのもね検討されてる方楽しんで見ていただけたらとは思ってます、うん、そうです、そうです、売れなくてもいいんですよ、楽しんでいただけたら、うん、僕らはだから YouTube も収益化しないでしょ。そうなんです、皆様にちょっとでも僕らが普段考えてることとかね、ヴィンテージ T シャツ
うちで見て他で買っていただいてもいいんですよ。共有共感でしていただけたらなっていう感じなの で、今回はサクッとこの動画をね、はい、終わろうと思います。ということで今回もちょっと選べるシリーズでしたね。メインはただグレートランドでは特に人気のあるものを中心にご紹介させていただきました。本日夜9時からオンラインストアにてご購入が可能。公開の時点でね概要欄の URL からお値段ですとか細かな写真サイズの実寸ですとかご覧いただけますので、それも見ていただいた上でご購入を前向きにご検討いただければと。店頭にも置いてますのでよかったら見に来てください、はい、それでは最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございます。では